こんばんは、五十嵐玲です。なんと先週は阪神ジュベナイルフィリーズの予想が的中しました、ね、とっても嬉しかったです。そして先週に、土曜日にあった金庫賞もね的中しているので1週連続的中なんですけれども、今週の朝日杯こちらも、ね、もし当たれば3週連続的中となるので、ね、ちょっとね緊張しながらもとても楽しみになってきております。で、あ、そう、今週は土曜日にですね、中山競馬場でターコイズステークスという牝馬のレースが行われるんですけれども、こちらのおすすめの馬はカフェブリリアントです。なんとカフェブリリアントはホリキュー社にね転厩してきたんですけども、ホリキュー社といえば、ね、モーリスがねいる厩舎なので期待大ですね。まあ、モーリスといえば、ね、先週香港、ね、競馬買ってくれましたよね。で、栄新光も買ってくれて、なんとその栄新光に乗ってたジョッキーが、ね、武豊騎手ということで、ちょっとね買ってほしいですよね。今週エアスピネル、そして朝日杯の私の予想も的中となってくれたら嬉しいなと思います。そう、今週はそんな朝日杯フューチュリティステークスの予想動画を配信しておりますので、参考にご覧いただけたら嬉しいなと思います。そして皆様のチャンネル登録今週もお待ちしております。ではまた来週お会いしましょう。五十嵐玲でした。